エスコートしてくれたら女性はやっぱり嬉しい。でも恥ずかしくてなかなかできないものですよね。今私たちが練習しているボーイの Only You、 その曲の冒頭、激しく始まるイントロが終わり、ドラムとベースが静かになり、静かにメロディーを奏で始めます。その時はボーカリストとギタリスト2人だけで奏でています。そこであなたは、そう、ギタリスト。ボーカリストがリズムで迷うことがなく、しっかりと歌い切れるように、しっかりとエスコートしてあげなければいけません。そういう役割です。一人で突っ走っちゃダメですよ。こんにちは、渡辺京子です。ギターお悩み所の19編。ギターお悩み所の、ボーイのオンリーユーを練習していこうという動画です。今回は前回に引き続き、A メロなんですけれども、今回の A メロはジャガ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 ってこうイントロ始まりますよね。ジャガ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 ジャーンの後、ボーカルとギターだけになりますね。ドラムとベースがお休みになって、そこの部分を練習していきます。ここはドラムとベースが鳴りやめます。だけどリズム、ね、テンポキープ、その辺をしていかなくちゃいけないんですけど、弾き語りとは違ってギターはギター、ボーカルはボーカルでそれぞれでやりますよね。なので2人で息を合わせるのがとても大事ですね。あのライブハウスとかで、よくコピーバンドがこうオンリーユーやってるのを見るんですけど、こうね、たまにねというのがあるんで、あのボーカルと息を合わせる、そのためにまずギターがちゃんとリズムキープしなくちゃいけません。その辺を踏まえて、弾き方やっていきたいと思います。ではまず皆さんと一緒に弾いてみたいと思います。いつものように BPM180 ぐらい、このぐらいですね。このぐらいですね。このぐらいのテンポでまずやってみたいと思います。楽譜は下に出しますね。やってみましょう。ワン、ツー、スリー、フォー。どうですか？こんな感じです。早いなーですかね、やっぱりね。早いなーですよね。じゃあ、このテンポの半分、90でやってみましょうね。じゃあ、BPM90、どのぐらいのスピードかね、やってみましょうかね、まず。このぐらいのテンポです。ね、やってみましょう。いきますよ。ワン、ツー、スリー、フォー。これですね。はい。皆さん弾いてみてどうでしたか？なかなかね、こう今まで弾いてきた A メロとちょっと違いますよね。ただまあそんなに全然違うってわけでもないと思うんですけど、まあその辺ちょっと踏まえて、弾き方、今日はこんな感じで進めたいと思いますということで、概要ですね、それを出します。ボーイのオンリーユーの A メロ冒頭部、曲冒頭部ですね。リズムとコードを確認しよう。いつもの通りリズムとコードを確認していきます。で、今回はそのギターがリズムをキープしなくちゃいけないということで、ボーカルを迷子にしないためにということ、そしてそれを、実際にリズムトレーニングでやっていきます。そして最後に、リズムが狂っていたらどんだけ歌いにくいかっていうのを
実験的にやってみたいと思います。私がこうリズムが狂った弾き方をします。それに合わせてちょっと口ずさんでみてほしいんですよね。どんだけ狂ってたらもう歌いにくいかっていうのを、感じていただきたいと思います。では練習スタートします。じゃあリズムとコードを確認していきましょう。楽譜はこうなってます。基本はタータタータツツで、進んでいきます。ただですね、ところどころ出てくる4拍目の裏拍、ここで16分音符が2回出てきます。チャカって感じなんですけど、こういうことなんですけどね、タータタータツツカっていう感じなんですけど、このタカタカっていうのが入る、それが入るんですけど、これですね、一見楽譜を見るとシンコペーションみたいに見えるところがあるんですが、これはシンコペーションじゃありません。アクセントはあくまでも小節の一拍目です。これはですね、後で話すボーカルがリズムで迷子にならないための工夫です。これでそのジャカっていうところを先に、コードチェンジしますけれども、そこでそのアクセントがつくわけじゃなくて、一拍目にアクセントがつくと、必ず一拍目にアクセントがつくように弾かなくちゃいけないということで、このチャカっていうのはただ単になんかチャカって弾いてるっていうそういうなんか勢いづけて弾いてるんですよぐらいの気持ちで全然大丈夫です。仮に弾けなかったとしても、チャカっていうのは弾けなかったとしても、そんなにかっこ悪くはありませんので、気にせず、基本はちゃんと一拍目にアクセントが来るように、タータタータツツタータタータツツっていう風に弾けるようにまずは練習してください。でチャカはタータタータツチカタータタータツチカみたいな感じで、そこにアクセントはありませんという気持ちで弾いてください。それで、あと、最後の方のアルペジオ、これも今まで練習してきた皆さんならもう全然問題なくできると思いますので、この楽譜の通りですね、チャレンジしてみてください。 Bm add 11のところがタタタタタっていう風な形になるので、ちょっとリズムが違いますけれども、ね、今までの Em のアルペジオタタタタンタンタンとちょっと違うんですけれども、これですね、別にこれにこだわる必要はありません。こんな風なアルペジオっていう、そういう感じで大丈夫です。似たようなリズムであればいいと思います。最悪もコード弾きでも全然いいと思います、ここの部分。なんでもいいここにこだわるぐらいだったらボーカルと息を合わせる方に意識を集中してください。でコードについては、今まで出てきたコードばっかりですね、D と G と F シャープ Bm add 11そして E、 これは今まで出てきてます。なので、今更、言うこともないかなと思います。今までの動画をまだ見てない方は、ぜひ概要欄にリンクを貼っておりますので、そちらの方でチェックいただければなと思います。で今回出てくる新しいコード F シャープマイナー11というコードです。このコード、コードフォームはこんな感じになるんですが、F シャープマイナーの正波の部分、1、2弦のところの正波の部分を外しているだけです。開放弦にしている、こういうことですね。 F シャープマイナーは真面目にいくとこういう風に人差し指で正反するんですけど、この部分を外す、親指でここを押さえた方がいいかもしれないですね。で3弦のところはこの2フレットのところで、人差し指でこうやって押さえるんですけど、こういう風な感じ見えますか。1、2弦は当たってない、こういう形ですね。こういう響き、ちょっとなんていうかな、こう
なんかなんとなくこうわかりますよね。なんか普通の F シャープマイナーはこうなんですけど、F シャープマイナー11、こうなんか風が吹いてるような感じに私は受けるんですけど、ちょっとねおしゃれになりますよね。このコードが新しく今回入ってきます。はい、で次はボーカルを迷子にしないためにということでですね、ここのところですね、ボーカルとギターだけで、演奏しますよね。なので、ボーカルが歌ってる最中にこうリズムが分かんなくなって、今かな今かなってこう歌い出しが分からないみたいになっちゃうとまずいね。そういうことです。迷子にさせないというのはそういうことです。それでドラムもベースもこの時は鳴ってないですから、ボーカルにとっては唯一ギターだけがこのリズムをこう刻んでるね音になるんですよね。なのでギターの音をこう道しるべにしてボーカルを歌うわけですよ。なのでボーカルを彼女だったり彼氏だったりと思ってこうエスコートしてあげる、ね、そういう気持ちで、弾く必要があります。そしてこの曲はですね、歌い出し、いつも愛はすり抜けたけれど、この歌い出しなんですけど2拍目から始まるんですよ。 1,2,3,4 いつも愛はすり抜けたけれど傷つくことにっていう感じで、一拍目がないんですよ、お休みなんですよ。二拍目から始まるんですよね。でボーカルは今が一拍目だっていうのが分かったらその後すぐ始められる。1,2,3,4、うん、いつも愛はっていう一拍目を感じて歌う、そういう作りになってるんですよね。なのでギターはここが一拍目です、ここが一拍目ですっていうのが分かるように弾いてあげないといけないんですよね。ですので、ちゃんと自分は弾いてるつもりだと、もうこんな感じで弾いてるつもりだってなってるけど、今の一拍目が弱かったんですよ。これだとボーカルはどこが一拍目かっていうのが、まあ、分からなくなるんですよね。なので一拍目ちゃんと分かるように、一拍目が分かるように弾いてあげる、そこが大事なんですよ。なのでコードチェンジが大変だとは思うんですけど、ちゃんとコードチェンジを行って一拍目ちゃんとなる、そういう必要があるんですよ。この曲、さっきのリズムのとこで話しましたけど、タータタータツッツの最後にチャカってやりますよね。タータタータツッツっていう風にっていうところがあるんですけど、ここですね、ここのところまで D を押さえとく必要はありません。例えば最初のところですね、最初のコードチェンジのところ、ここまで、チャカまで D をしっかり押さえておいて、次に F シャープマイナー11にするんじゃなくて、もうチャカの時、もうチャカの時に、チャカの時がコードチェンジの時だぐらいの気持ちで、これでいいです。で、F シャープマイナーから G に行く時も、っていう風に、チャカで G が鳴ってるように楽譜では書いてるんですけど、ここももうコードチェンジのタイミングだと思っていいです。このチャカの時に動いてる、それでいいです。全然いいです。それでそういった意味でさっきのところで、シンコペーションじゃないんですよと、シンコペーションっていうのはその本当にアクセントが乗らなくちゃいけない拍よりも前にアクセントをかけるっていう、そういうものなんですけど、そうじゃなくて小節の一拍目、
そこに必ずコードチェンジをして音を鳴らしてみる。こういう感じで、今のちょっと極端にやりましたけど、一拍目が大事です。そこが分かるように弾いてあげてください。それと、ボーカリストは気持ちを込めて歌ってます。ね。いつも愛はって、なんかね、あのカラオケでみんな歌うでしょ？その時気持ち込めて歌うでしょ？そうすると、やっぱね、淡々とこうリズム刻めないんですよね。溜めたり、こう、のけ、なんていうかね、前つんのめりになったり、こう、ね、吐き走っちゃったりして、こう、やっぱね、揺らぐんですよ、リズムが。で、そのボーカルのリズムの揺らぎ、これは、ボーカルが主役なんで、その揺らぎに合わせてあげる、そのぐらいの気持ちがないとダメです、ギタリストは。俺の弾いてるギターに合わせてくれなきゃ困るよじゃないんです。主役は誰ですか、この曲の。歌ですよ ね、 ね。だからギターに合わせるなんてちょっとダメなんですよ。歌に合わせてあげなくちゃ、そういうことです。なのでボーカルが歌ってるのをよく聞いて、あーこうだね、こうだね、あ、そうそうそうみたいな。で、今が一拍目だよ。結構難易度高いですけど、でもこれが揃ってないとかっこ悪い。ね、かっこ悪くなりますんで、あの、なんかカラオケみたいなので、あの弾くだけだったらね、あんま考えないことなんだけど、バンドで演奏するってなると、そういうこと考えなくちゃいけないんで、その、リズムキープもしてあげながら合わせてあげる。もちろんボーカリストがすんごいこうテンポが、テンポっていうかリズム音痴だったりしたらもう話にならない時もあるんですけど、そういう人とやったこともありますけど、まあそういうのはまあちょっと例外としても、なるべく合わせてあげると、そういうこと、そういう気持ちで弾いてほしいなと思います。そしてもう一つ、音色です。音色の話、私が珍しく音色の話しますね。弾き方だけじゃなくて、これですね、あんまり歪みがかかってない音で弾きます。これなんでか、なんででしょう。布袋さんも軽い音で弾いてます。なぜでしょう。これはですね、この曲の始まりってボーカルとギターだけになりますね。ドラムとベースになりませんと。何のためにそうやってるかっていうと、そこでちょっと抑えて、ちょっと静かに始めて、次のつながりのところで、ね、また A メロをもう一回始まりますよね。そこでドカーンと盛り上げるための我慢ゾーンなんですよね。我慢のところ。ね、わかりますか？そうすると聴いてる方、観客側はこうはーってこう我慢してるゾーンで、こうじわ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 とこう、あ、いいメロディーだなー、いいメロディーだなーってこう、うーんってこうね、こう早く盛り上がんないかな、盛り上がんないかなみたいな感じでこう待ってるところで A メロなんね、こう幸せにしたい、でこの後に寒い夜にはって、ここですっごい盛り上がるわけですよね。そこまでの我慢ゾーンなんですよ。なので、こうギターの音としてはあんまり歪んでない音を使う、軽い音、これで始めるんですよね。で、最初からいきなりここ歪んだ音でメリハリがなくなっちゃうんですよね。最初からすっごい盛り上がってる。で、途中からもこう、寒い夜にはのところ、ね、そこでも同じテンション、ギターはずっと同じテンションです。盛り上がりのその、落差があんまりない、その、こうね、そういうことになっちゃうんで、最初の段階のこの、このボーカルと一緒に弾く、二人だけで弾く。ね、奏でるっていうとこは軽い音にしときましょう。ちょっとドライブがかかってるぐらいです。それともう一つ、
ちょっとね、あのメロディーがちょっと感動的なメロディーじゃないですか。いつも愛はすり抜けたけれどみたいなね。でそこでちょっとみんなに聞かせてやるぜみたいな感じでディレイをかけると、ちょっと感動的なところだからディレイかける。今かかってないですけど、ワン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 みたいなね、エコー、ギターにエコーをかけるってことすると、あのボーカルはギターを頼りに歌ってます。ギターのリズムを頼りに歌ってます。そこでディレイがかかっちゃうと、あれ今なんだろうってなっちゃうんですよね。こう鳴ってる音がこう後から山彦のようについてくるんで、さっき鳴らした音が後から鳴ってくる。でどこだっけ、一拍目が分かんないっていう風にボーカルが迷ってしまうんですよね。なのでディレイのかけすぎも禁物です。ここはまあ多少、かかっててもいいと思うんですけど、そんなに激しいディレイじゃなくて、そうですね、軽いディレイで済ましといた方がいいです。あとはもう自分の弾く技量でね、優しく弾く、いや難しいですね。さすが中級編ですね。あの初級編とはこういう考え方とかそういうところをね、初級編では話さないから、こういうこと。もう本当に弾き方のなんですけど、中級編なんで、こういう弾く時の考え方っていう、どういうとこに気をつけて弾くんだっていうのもお話ししていきたいと思って今回話しました。はい、ではリズムのトレーニングをしたいと思います。ボーカルをリズムで迷子にさせないためにですね、ギターがしっかりリズムキープしなくちゃいけないからですね、その練習です。どういう練習か、メトロノームを使います。こういう感じなんですよね。普通はメトロノームってカチカチ鳴りますよね。この時に1、2、3、4、1、2、3、4みたいにねカウントするんですけど、そうじゃなくてあえてこう遅いテンポにして、今 BPM60 ぐらいなんですけど、60なんですけど、これを2拍目と4拍目が鳴ってるというふうに感じ取ってリズムを刻むと。どういうことか、こういうことです。1、2、3、4、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 1拍目と3拍目は自分で感じ取ってカウントします。こういうことですね。これってあのドラムのスネアが鳴ってるタイミングです。ドドタトドドタトみたいなね。ドドタトってタンツッタン、そのターンが鳴ってるところ、2拍目4拍目これをここだけが鳴ってるっていうのを感じ取って、自分で1拍目3拍目を感じる、そういう練習です。でこれを2拍目4拍目が鳴っているというふうに感じながら、今の A メロ、今回の A メロですね、これを弾くと1、2、3、4、ね、2拍目4拍目がだけしか鳴ってなくてもリズムキープできる。1拍目がどこ、自分がねここですと、そしてそれをボーカルに教えてあげると、そういうことです。実際に一緒に弾いてみましょうか。これでね、いきますよ、1、2、3、4。どうですか？今弾けなくても大丈夫です。何回もこの動画を見ていただいて、
一緒に練習をしてみて、で徐々に弾けるようになって大丈夫ですから、それでみんなそういうもんなんで、最初から弾けるとは思わないで大丈夫です。何回も練習してみましょう。では最後にリズムが狂ってたらどうなるか、そのリズムが狂ったこれですね、これね、これが狂ってたらボーカルどれぐらい歌いにくいか、ご自分でこのこれに合わせて歌ってみてください。で今からあのリズムが狂った演奏します。ワン、ツー、スリー、フォー。適当に弾きましたけど、どうでしょうか、歌いやすいでしょうか。歌いにくいですよね。こんなちょっと今のは極端にやりましたけど、あのこんな風に狂ってたら歌いにくいんですよ。なのでしっかりリズムキープできるよう頑張りましょう。いやはや最後のリズムが狂った演奏、歌いにくかったですよね。皆さんはきちんと歩幅を合わせてしっかりとエスコートしてくださいますよね。さて次回はこのボーイのオンリーユーの中で最も難しいとされている高速アルペジオ、このお話をいたします。このお話待ち遠しく思ってた方もいらっしゃるんじゃないでしょうか。次回高速アルペジオのお話をいたします。ではお楽しみに。